恐怖体験じゃないけど、うちの兄貴が、うん、あのうちの兄貴あの、まあ、言わずと知れたあの心霊男やからさ、うん、あの霊感、ね、自称霊感あるやからさ、うん、その自称霊感あるとして聞いてもらいたいんやけど、うん、俺あの寝てたら、うん、あの兄貴がそのガッて部屋開けてきて、うん、で怖っと思って、俺はもうちょっと薄めで兄貴な何この時間に急に入ってきてと思って、うん、で兄貴が俺のその集めてた漫画にこう手伸ばそうとしたんやな、うん、手伸ばそうとしたからそこでそのタイミングで俺わざと起きて、うん、何何しょみたいな言ったら、うん、いやお前の窓にほらおるやろみたいな言い出して、えどういうことおるやろお前幽霊がって、多分漫画撮りたかった兄貴は、うん、けどその俺の窓さして幽霊がおるわいやいや何言ってんのいいじゃん別に漫画撮るな、いやもう漫画貸せよとは言わんけどさ、うん、もう分かった分かったって言って俺もう寝たふりしたでさ、うん、また漫画手伸びようとするからバッと起きて、うん、何しょんって言ったら、うん、いやおるんよって言い出して、これが20分くらい続いてさもう認めろよなお兄ちゃんもな、いや俺も貸したらええのにさなんか意地になって貸したくねえって分かるけどな、お互いその意地になってる状態ずっと続いてるみたいなことね、そうそうそう、やっぱ兄貴の漫画は読まんし、うん、俺の漫画は兄貴は読まんしみたいな、なんかな、あーだからそれやっぱあれだよ、そのもう貧乏だからさ、そうそうそう、そのお互いこうケチがこう、だから俺ん家に1回ワンピースが 70巻が2セットあった時あるもうなんか意地の張り合いで俺がワンピース集めるんやみたいな、確かにこっちを金払ってるんだから、そうそうそう、お前には読ませんよみたいな、それさあれになんないんだね、その例えばこっちはワンピースこっちはナルト集めるかなみたいな、いや俺がねワンピースとナルト集めてたよだから兄貴はもうどうしてものこのコミュニケーション不足だ明らかに、ナルト読みたいよなうちの兄貴は